N かけるガールズライキッド。このコーナーは街に夢を描こう西鉄グループの提供でお送りします。ラベ FM ポップテープ、毎週日曜12時からは N かけるガールズライキッド。このコーナーは西鉄グループと様々な人、こと、物の掛け合わせで生まれるストーリーをお届けしているオンラインマガジン N かけるの記事を私たち現役大学生 DJ が体験紹介します。はい、西鉄の N と人、こと、物の掛け合わせのかけるで N かける。さあ今日紹介してくださるのは山口愛香ちゃんです。はい、よろしくお願いしま す。早速今日紹介する記事はこちら、西鉄電車の運転司令部に潜入、定時運行と安心安全の裏側という記事をお届けするんですけど、はい、まあもう普通に普段生活してると、うん、もうもはや当たり前になってるのが多分列車の定時運行、そうだね、いつもねちゃんと同じ時間に来ると思うんですけど、あ、まあ、列車がダイヤ通りに運行する安心と安全を支える西鉄電車の運行を司っているのが運転司令所という場所があるんですよね、うん、司令部という場所がありまして、はい、まあ、N×ではそんな司令部の中で一体どんな業務が行われているのかとか、また安心安全を守る熟練の職員さんに密着して安全運行の裏舞台に迫っているということなんですけども、うん、まずこの運転司令所っていうところにいらっしゃる方々はもうだいぶあの運転士歴を5年から10年以上のまあベテランの職員の皆様で18名で構成されておりまして、本当に列車の運行の中枢になっている司令塔になるんですけど、天神大牟田線、太宰府線、天城線も全部管理しておりまして、1個だけでも大変なのに、いや、その3つの線をで、ぜひもうあの記事を見てほしいんですけど、うん、この司令部内の司令室の写真がたくさん載ってるんですけど、うんうん、その中でめっちゃかっこいいのがあって、運行監視板っていう、あ、あれか、そう、横長に全長20メートルあって、うんうん、もう列車の線路とか駅の様子をリアルタイムで、なるほど、そうそう、あの追跡しているシステムがめちゃくちゃかっこいいので、うん、ぜひ記事見ながら聞いてほしいんですけど、うん、まあ、この運行監視板ではもう全部の路線が一覧で、うん、確認できるようになっていて、うん、例えば電車が遅れたりするとそこにこうエラーというか警告がもうちゃんとシステムですぐ出るようになってるもので、そこでまたエラーが出て、まあ、それまで基本的にはコンピューターの制御で全部信号だったり運行してるんですけど、うんうんうん、はい、このエラーが出た瞬間がこのベテランの方々の出番なんですよ。あ、もう18人の出番ね。そうなんですよ、うん、こう運行ダイヤを引き直さないといけないっていう。あー、そっか、そうなんですよ、ちょっと間違うと対向車両とぶつかったりとかしちゃうので、そうだよね、そのちゃんと精密に組まれてるものが狂ったのをまた組み直すという、うん、はして、またすぐ運転を再開するっていうのを組み直してる。本当にそのこの18人の方々で計画の立て直しからデータの入力、その機械にデータの入力、駅列車全部への指令とお客様への案内を全部他の司令室がやってるらしくって、すごい、いや、もう神業っていう神業なんですけど、じゃあこれどうやってちゃんとこう動かしてるのかって、これいきなり急に、うん、はい、やってくださいって難しいじゃないですか。いやいや、無理無理だよ、うん、実はもうこの独自で運行管理シミュレーターという、うん、そうです、結構あのパイロットの方とか、あの飛行機のシミュレーションってよく聞くと思うんですけど、うんうん、このちゃんと組み直すシミュレーターがありまして、本当にあの運行監視板を再現したものがあって、うんうん、実際にエラーが起こって組み直してみるっていう練習がしっかり積んだ上でちゃんと現場に出れるシステムになって、そう、安心安全でできるんですけど、他にも結構西鉄さん独自の情報管理システムっていうのを持ってて、というのもなんかすごくなんか分かりやすく、あのピクトグラムなんかで、うん、例えばここのボタンを押したらこう例えば時刻表が出るであったり、はい、遅れた時の対応が出るっていう情報管理システムも導入してて、うんうん、何がいいかってこれがあると、うん、全社員その場にいる人がこう誰が対応しても同じ対応ができるっていう、うん、そう、このボタンを押したら絶対データが出るから、はいはいはい、あの人に聞かないと分からないっていうことが、そうそう、ただいましとかがないわけね、そうなんですよ、絶対なくて、緊急時どの職員が対応に当たっても同じ要領で
でできるっていう。感動、はい、もうこれのシステムも導入しながら、うん、このベテランの方の技術もありつつ、うん、日々のね定時の安心安全運行が行われてるっていう、うん、すごい。本当にこのシステムのいろんなもう写真がいっぱいあるので、うん、ぜひ見ていただいたら、うん、すっごい面白いんじゃないかなと思うんですけど、はい、こうやってね日々安全の運行を担っているという、うん、ちょっと裏側をね、お届けしました、はい、ということで、うん、今日の N×ガールズライキッドは西鉄電車の運転司令部に潜入、定時運行と安心安全の裏側の記事を紹介しました、うん、N×ガールズライキッドはこれまで放送してきたアーカイブがポッドキャストで配信中です。ラベ FM のホームページからもお聞きいただけますし、 Spotify、ポッドキャストでも配信しているので皆さんフォロー、そして過去の放送もぜひ聞いてみてください。あいかちゃん紹介ありがとうございました。以上 N×ガールズライキッドでした。